お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらロイジェイデッキやっていきたいと思います。でこちらのねロイジェイデッキです、なんと前シーズンというかまあ本当1日前とかなんですけど、シーズン終了間際ねマルチで大流行してました。これがね、すごいなんかこう今の環境のメタと言いますか、一番環境に強いデッキがまあこれっていうので大流行したんですけども、前シーズン世界一日本人だったんですけどパンドラさんね、はい、もう最後ね使ってたデッキでございます。僕もねこれでトラゲしてました途中。というわけでこのロイ、やっていきたいと思います。でこのゴブゴブリンの檻の枠が一応 LSP バージョンもありました。 LSP バージョンもあったんですけど、檻の方がやっぱりこうジャイだったり、まあ、ゴレとかロイジャイとか、まあ、防衛でね非常に優秀でした。あとは先にね檻を置いてから立ち回れるので使いやすいかなっていうのも思いましたね。でまあ LSP だと、まあ、コウモリとかなんか全体的にちょっと気持ち高回転になるっていう感じなので、まあ檻のレベルでどうしても低いよって方とか、まあなんか LSP の方がいいよって方とか、ね、ぜひ試してみてください。まあ檻の方がデッキパワーもちょっと感じた気がしますね。で空だけねちょっと厄介かなっていう、ちょっと大変かなってデッキでございます今回は。さあラバッチャン来たですね、最悪だ空だけとか言ってたらね本当にラバルとかラバ掘りがねちょっと大変かなっていう印象があります。対空がねマザネクとメガゴだけなのでなかなかね、処理するのが大変なんですけども、これメガゴ先行なんでしてないねん、どっからどう見てもメガゴ先行しとるやんっていう。さあこれちょっとなメガゴメガゴ、これメガゴから殴ってメガゴがね死なないようにして、バルーンはちょっと降りて釣ってあげつつの防衛ファイブもねいい感じにできれば守れるな。メガゴプラスのファイブがね結構バルーンの防衛に強かったりするんで、オッケーオッケー、まあなんとか、いやなんとか耐えたけど痛いですね。一発欲しかったな。まあ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 、さあ今回相手は墓石バルキリーの、ラバルですね。まあ、バルキリーか。まあまあ、ババじゃないからこそいいっちゃいいんですけど、そのロイ5ね、5を防衛で使える、攻めで絶対使わないといけないってことはないんですけど、まあ、墓石とかがちょっと厄介になってきますよね、と。さあ、端前、陸でプレッシャーかけていきます。で、これに対しては無視。ザップ使いましたね。さあ、団体、行ってこい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 。もう一枚追加してくんねえかな。そしたらちょっとぶっぱしたいんですけど。さあ、一旦守りましょうか。攻めたいですね。攻めたいけど守りたいっていう。なんともね、わがままな。で、これは檻で守りたいね。で、マザネク5打たれるかな。いや、早いね。早いけど、耐えてはいる。いやー、これ耐えます。これ、右側折って、2-1、対決にしたら俺の方がもしかしたら有利かもしれないですね。ここちょっとチャンスだな。バルキリーがいないってなると、もう墓石と、なんか、ヘボイ、ユニット、ヘボイ、対空とかしかいない気がする。さあ、熱いんじゃないかこれは。さあ、墓石がね、やや厄介ですけど、マザニクも使いつつ、攻め、攻めたる。おきおきバルキリー入ってる。しかも相手なんか知らんけど、ファイブも使ってくれたな。熱々、一気に、うわー、これ、ちょっと檻で、守る風にして、守る風にすると相手はね多分困るんですよ。これ相手結構困るぞ。守る風で、いやなんなら守れる風というよりもマジで守れる。あパピーやめろよマジで。え、守ったんー、あー落ちる。いやでも今ファイブ使ったってことはコストがなくて、ここに墓石がね来るゴリ押して、おっきいいいナイス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 、追いついた追いついたけどやだ、追いついたけどみたいなね。ありますけど、まあ、なんか来たら防衛5も構えて。よしよしよし。いや、いいですね。流れはいいな。マザネクのちょっと使い方大事になってくるかもしれないですね。ちょっと檻を置いて。さあ、トリトンとか出してね。マザネクとメガゴしかない。対空がないから。ちょっと、そこの対空の使い方。あ、ちょっとなんか、ミスった。誰がミスった。やばい。さあ、このメガゴはね、いい感じに。オッケーオッケー、ナイス。オッケーオッケー、熱い。これ、檻あるから、真ん中バルキリーとかやめてね。よし。これ、チャンスじゃないですか。もう、ロイプラスの、みたいな。いける気がするな。
で、一応なんかバルキリー用の警戒とかしつつ、引っ張りたいよ。引っ張りたいよ。ナイス。引っ張ってもらって、マザニックも出しつつ、ファイブも打っていいな、あれ。打って、ロイが、もうちょっと欲しい。もうちょっと欲しい。で、ちょっと高めに、いろいろ警戒しつつ、いろいろ警戒したけど何もこん。うん。やばいやばい。さあさあさあ。こっちだな。墓石ちょっと嫌なんでね。で、メガゴー。で、墓石が直当てじゃないけど、じゃないけど。いやー、そこにファイブ使った。マザレクが、マザレク。あ、ファイブ圏内だ。オッケーオッケー。危ね。ラバルはね、多分きついです。マザレクに対して、相手がファイヤーボールなかったら全然いいんですよ。その、ヤナアメザップだけとかだと、やっぱね、マザーネク生きるので、ディガーでね、倒しに来たところを延命してあげて、みたいなね、あるんですけど、やっぱね、マザーネクファイヤーボール引かれると、メガゴしかないのでね、鬼ハードですよねっていう感じかな。よろしく。まあまあまあ、でも戦えるのはでかいですよね。さあ、ゴブ小屋。小屋小屋か？ちょっと見ないですけどね、最近ゴブ小屋。さあ、マザーネクにね、壊してもらいつつ、いや、これ勝てるんじゃないのか？あー、なんか、いろいろ邪魔してきたな、やりゴブが。さあ、ホバと小屋と、あー、これ竹取りたかったけど、まあまあまあ。多分、本当に小屋小屋だと思うんですよ。で、そうですね。マザネコホバで、エリババムーとメガナイトあたりの、その、なんかがあります。そのうちのどれかがいます。さあ、これも後ろから出しつつ、いい感じになんかカウンターでやっていきたいんだけどな。オーブンも厄介だな。これ言っていいんじゃない？これ多分普通にユニットいると相手厄介だと思うんですよ。で、ホバとかに、エリババのパターンでしたね。さあ、エリババが一番なんか、ロイジャーで溶かされるから嫌みたいなとこあったんですけど、まあ言うて？なんならさ、単体ダクプリ、ちょっとおしゃれすぎるかな。なんか、受けがね、そんないいカードがないんですよ。オッケー、ナイスナイスナイス。でかい。そこそこにでかいけど、普通にこのホバも嫌だ。まあ、ホバリングのダメージを受けつつ、マザニクでね、豚にしていきます。ここですね。右側のタワーが3100まで削られてるので、左のタワーもね、それぐらいなら削られていいよねっていう。さあ、ファイボで削っていこうか。じゃあこれドリルや。やべえ、ディガーだと思った。さあ、これはちょっと我慢していいので、遅れてから確実に、受けます。これなんか焦ってね、早めに出してしまうと、めっちゃダメージ受けるんですよ。だから今みたいに、もう数発でゴブリン受けるんですけど、確実にね、守っていった方がいいですね。まあ、4コスを2コスで守れてるってなると、別に悪いわけじゃないですね。さあ、エリババホバでしたね。ホバに対してメガゴとかあるからね、そこは戦いやすいけどな。ちょっと、待って、天才か？やばい。やだ。これはちょっとね、ちょっと痛い。あと1000ですね。ロイ、これ、あ、絶対ダメだ。今、小屋置いたからロイジェイ止まんねえじゃんと思ったらエリババいた。やばい。待って。いや、でも一発入ったのでかいな。一発入ったのでかくて、これね、確実に抑えたい。痛い。いや、今のロイジェイマジで絶対やったらダメです、皆さん。本当に。あ、一番バカ。マジでバカ。で、右側のハイスピア、強いしいです。これね、またタワー折られなければ僕は負けないので、1200と1200になるぐらいまでね。ヤホブ2個か。あれ？お、でもこれ美味しい。これマジで美味しい。本当に美味しい。チャンス。チャンスではあるけど、問題ここのエリババを突破できないから、次ですね。この次をちょっと狙っていきたい。マザネコもね、うまい感じに頑張ってもらいたい。さあ、受ける。で、ファイスピちょっとやばいよなっていう。あ、ナイスもう、危ね。こやこやのドリル型はね、ちょっと初めて見ましたよね。なんか、施設多くねっていう。エリババもいいんでね。いや、危ねえっすね。さあ、やっていきましょう。よろしく。で、マジで折り立てて防衛から行けば、基本的には勝てます。で、相手が高回転だった場合、高回転プラスの施設ですね。例えば、ホグプラスのテスラ。まあ、2.6 ホグであったりだとか、まあ、そういったね、施設で高回転で守ってくる相手に対しては、ロイジェを端前でこう出してるだけだと、結局ね、施設ユニットで毎回守られちゃうんですよ。だから、そういった高回転の相手に限っては、
結露井 J をします。でまあ基本的に結構結露井 J が多いかもしれないんですけど、結露井 J から2周目のロイ J で相手の施設が間に合わないサイクルを組み立てていきますっていうのが、まあ基本的に大事になってきますね。だからロイ J デッキって基本的に結露井です。端前ばっかり攻めるロイ J はまああんまないと思ってもらっていいと思いますね。基本的に後ろから組み立てるのがまあ安牌ですね。困ったらあの結露井しとけばなんとかなります。さあ今エリババ使ったから今回に限っては今いきます。相手が施設あるかはまだ分かんないんで、わお全然スパーキーでしたね。施設持ちとかだとおザップくんだ。おつおつ、あでも俺のタレいらんかったなこれ。いや、えナイス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 、こいつやばいいトリトンだな。ナイス。で今回でスパーキーなので、スパーキーに対して結露井したところでスパーキー合わされたりだとか、いい感じにねエリババでやられるだけだと思いますので、まあこれ施設がない相手には端前でね全然いいです。施設相手ですねには結露井が大事になっていきます。クロスとかもねぶっちゃけそうですね、結露井しなきゃ本当に通んないですね。でも一倍タイムで結露井するとあの逆サイ立てられて終わるので、一番タイムはずっとね耐えて耐えて耐えて、ロイジェずっと出さずに耐えて、まあ相手がね、攻めクロス来たらロイで受けて、来なければ他のユニットで回してを繰り返して、まあ2倍タイム、3倍タイムから結露井 J でね、流れを変えるのが理想かなと思います。相手これ、僕はね、ロイだからスパーキーはやっぱなかなか出してないですよね。あーやべ、最悪タイミング被ったけど逆に被ってよかったまだる。これさ、マザネクで勝ってほしいんだけどな。まあまあこれ多分余裕で守れるんですよね、僕。この施設トリトンぶっ壊れです。さあ、金起動したいけど、する前にこのゴブジェが溶けちゃいそうですね。ちょっとファイブっちょ。ちょっとだけね。ちょっとだけ気をつけてね。怖いよ。怖いけど。さあ、ダークプリンスと、檻でね、しっかり受けていきましょう。陸がね、そこそこ熱いので。よいしょ。よいしょ。よいしょ。いや、待って、エイババが。エリババが強すぎて半身ならん。オッケー。さあ、端前ゴブジェ行きと、あれちょっと待って、やばい。で、これマザネクだと火力がないので、ちょっと、タルババでダックプリを回します。うん、うん、うん。勝ったと思ってたな。勝ったと思ってたな。ちょっとファイブ打って、おい、危ねえ。危ねえ。危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。さすがに勝ったんじゃないこれ。折りで、あれ、折りあれば。これだって、端前さ、ロイ。端前ロイ。エリババがいるんだよね、ちょっと。エリババいるから、端前ロイ行きたいけど、一旦我慢して。一旦我慢。一旦我慢。で、相手0時だったんで、マジで一生このね、マザネク行きます。あ、うまい。そのザップうまいけど、いや、マジで強えんだよな。えぐい。さあ、トリトンのね、地獄が始まります。これ。スパギー来たな。これ、スパギー来たから逆サイ行こうかな。で、逆サイはね、相手対応しないといけないけど、逆サイド対応すると、これ左サイド見てください。えぐいです。この、ね、大量のね、ユニットで押し切れるよっていうのが、まあ、このロイのね、強みです。防衛やっぱ強いんで、守っていいですね。変に守ると変に攻めると、カウンターでね、押し切られちゃう。さっきみたいなね。丁寧、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 防衛からいけば、なんとかなります。さあ、5SP。まあ、嫌だし、どうせ暇だしっていうので、トリトン受けていきます。さあ、ファイスピボンバー来ましたね。環境です。高回転ゴブドリ。で、ウッド、あとドリル、ファイボ、テスラーとかそんな感じかな。マジでこれね、多いですよね。めっちゃ強いです。本当に強い。エグ強い。で、これも、相手がテスラーを持ってるんですよ。あ、でも、今回に限っては、ユニットがめっちゃ残ってるのと、テスラーに対して攻めたるババできるから、行っていい気がしたな。いいんじゃない？いいんじゃない？いやー、でもこれですよ。今のメガゴダクプリいて、攻めたるババもして、一発も入んない。やっぱこう、施設には本当突破できないので、こういう相手には、マジ、ケツロイジェイですね。ケツです、ケツ。ケツ大事にね、やっていきたいと思います。とりあえず、檻を置いて、ここで今ドリル来たらね、ダークプリがないから、ちょっと嫌ですよね。マザネクで起きてきます。で、これちょっとこんぐらい出すと、ゴブリンを殴って、豚にしながら、相手のこのゴブリンも受けてくれるから、意外となんか受けれたりするんですよね。あれ？俺の豚がファイブで行かれた？さあ、結露井したいですね。いや、マジで、ドリル、やられるだけね、大ダメージ受けちゃうんで、ちょっと嫌ですけど。で、サイクルがちょっとね、嫌ですけど。
まあ、結論からね、2倍タイムが本番です。本当これで、でも形両サイ組んじゃえば余裕で突破できるぐらいね、本当に火力もありますので、本当はロイの後ろにメガが入れるといいんですよね。トリトンメガの形を組めると相手のバルキリーとかユニットね、すぐ対処できるから理想ではある。でここで無理にね、いけなかったら何もしなくていいです。無理にする必要はないですね。変に攻めすぎるとちょっと怖いので、うん、さあ折り置いて、でこういうのちょっとね、相手結局ファイブ持ってるし、おしゃれにねやっていこうぜっていう。さあダックプリー受ける。で結露いかな。で相手がだもう一周来たらメガゴとタルでね耐えたいと思います。多分来るんですよね。さあ来ました、メガゴで壊しての2発とタルでいけた気がするんだよな。オッケー、さあ流れはいいですよ。流れは非常に良くて、で逆かな、ここで逆行きたいね。トリトンなんかいろいろ引っ張ってほしいな。さあ攻めタルバモンして、オッケー、逆線のロイも殴ってる、熱い。オッケー、いや止まんないよ、メガゴが。でスケが来るな、これスケが絶対来る。いや防衛ファイブか、いやースケじゃなかった、遅れてスケか。でもこれタゲ変われ、あー、まあ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 、いやでも一気にダメージ追いつきましたね。で檻を置いてから、でもう一回ドリル来たらダックプリで、それ以外だったらまた結露ですね。で一応多分毎回この位置に出してくるんだよな。うわ相手うまっ、今になって位置変えてきたのやばいですねこれ。さあ結露いじゃいですね。いやこれな、本当に両サイド攻めたいからさ、なんかこういう風な感じで片サイドだけになった時にちょっと怖いっすよね。さあさあ、いや守れる、いやあるある、え、あるマジである、逆に熱い、逆に熱い。さあいいんじゃない。でなんか HP 低い方を延命してる、 HP 低い方を延命して、でバルキリーかなんか来るぞ来るぞ。いやメガゴ、メガゴツインズ、メガゴツインズ止まらねえ、ナイス、オッケーっていうね、マジで結露いですね。もうケツから組まなきゃ絶対勝てませんけど、今までね勝てなかった相手にもケツペックするだけでね全然勝てるようになったりもあるので、本当にね大事っすね。さあよろしく。まあ基本檻からね、檻からですけど、檻です。もう本当に檻一番出す回数多いと思ってもらってもねいいですね。そんぐらい檻優秀ですからね。待てるっていうのはね強いですよね。後出しの方がね、まあ、理論上ちょっと強いので、ファイブ打ってもよかったかもしんないけど、まあユニット合わせていきましょうか。なんだろうな、ウィザード、ウィザードスパーキー。さあウィザードスパーキーということは皆さん、ご存知でしょうか。電車デッキと呼ばれる、残りダークプリンスとミニペッカ、ガゴムレ、ザップ、レイジ、エリポンみたいなデッキがあります。あれなんか一番多かったかな、ダークプリがねえのかな。いやダークプリあったよな。さあ電車デッキっぽいですねこれは。さあ檻で受けて、いや頑張って、いやナイス、いや杖杖杖、いや檻えぐいっすよねマジ、鉄壁すぎる。うさあ危ねえ、耐えていく、フルでギリギリですね。ダクプリミニペスパーキーレイジを今後ね止めていかないといけないのでなかなか難易度鬼ですけど、相手はザップだけだと思うんですよ今回。ファイブがないと思うので、まあ、マザネクでいい感じに豚にしてターゲット取りながらできると理想ですよね。多分エリポンがないのかな。単純なレイジスパーキーの可能性がありますね。エレキいるんで。でもウィザードだったもんな。ちょっと難しいね。さあ、ウィザード。いやー、これいっていいんじゃないのか。これで、まあ、ミニペとかで対応してくるじゃないですか。して、うわー。してこなかったのは、なんか、もっとゴリーの来たっすね。さあ、これ。檻で受けつつの、ちょっと樽もね、一応カバーします。オッケーオッケー、トリトンナイス。さあ、今、スパーキー使って、まあ、これ、気合で耐えましょう。もう一回、トリトンとダックプリと、まあ、ユニットでね、本当に効果力で。あれか、まあ、トリトンじゃなくて、檻でもいいかもしれないですね。あ、まあ、これは、トリトン引っ張ってあげて。マザネクできるだけ延命してあげたいですね僕は。うんうんうん、いいね。さあここ一旦逆サイ行って、こっちに
まああれかな、さあ来ますよね。うわ待って、いいザップされた、やばい、俺のマズネク、マズネク援護、マズネク援護、うわ援護、援護欲しい。いやちょっとやばいな、このマズネクなんかもったいないですね。いやちょっとやばくなってきたよ。さあですが気合で、マジの気合で耐えたいと思います。さあでスパーキンにはマジダックプリ当ててあげて、いやいい、ナイス、めっちゃ綺麗、しかもキング起動できた。となると、いやまた生きてんだけどね、てかやば、エリババダックプリミニペだ今回の相手、陸硬すぎん。おお、体育体育マジエレキで全部やろうとしとるやんけ。いや危ないな。さあ気をつけて、あんまり、ね、範囲でね一緒に倒されないように。うわいいいいいいミニペ来た、いいミニペ来たけど、トリトンが引っ張るな、あれザップ来なければ。ナイス、あなんか自然と勝手に相手にめっちゃカウンターなってんな。オッケーオッケーオッケー、これ最強です。もう守ってカウンターですね。でエリーババかなんか来るぞ、引っ張ってもらってメガゴでね早めに処理して、おトリトンがすり抜け、あ待って右が落ちた。さあナイス、というわけでこの守ってからのねカウンター最強でございます。高回転ロイ、高回転じゃねえな、全然ロイジャイね、めっちゃ強いですので、しかも使いやすいと思いますね。はい、ぜひ使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価もねよろしくお願いいたします。ではお疲れちゃんでした。またね。